機に置かれた人々の叫びがある。だから国境なき医師団は声を上げてきた。国境を越えて医療を届けてきた50年。でも医療だけでは助けられない命がある。We say enough。 こうした命というものもこの戦争の中で消えていく。 Hospitals, stop bombing hospitals。 We're not sure that words can always save lives, but we know that silence can certainly kill. Humanitarian action is to help people in situations of crisis.Our action and our voice is an act of indignation, a refusal to accept an active or passive assault on the other. Humanitarian responsibility has no frontiers. ひとりの声は小さくても、多くの声が集まれば、その声はうねりとなり、現状を変えられると信じて。だから私たちは声を上げ続ける。私たちは声を上げる。国境なき医師団。皆様こんにちは。本日は国境なき医師団設立50年記念トークイベント、伊藤聖光さんと考えるなぜ人道援助をするのにご参加くださいまして誠にありがとうございます。対談に入る前にまず団体のご紹介をします。国境なき医師団は1971年にフランスで医師とジャーナリストによって作られました。世界各地で命の危機に瀕する人々に医療援助を届けるとともに、活動現場で目撃した人道危機に対し声を上げ広く社会に伝える証言活動を行ってまいりました。本イベントでは私たちは声を上げろをテーマに、日本の皆様と一緒に設立の50年を機に人道援助について何かというのを改めて考えてまいりたいと思います。なおこの場で対談の中で国境なき医師団のことを MSF と呼んでおりますが、これはフランス語の略称でございます。なおご質問やコメントがある場合はチャット欄にご記入ください。それでは、登壇者の皆様をご紹介します。はい、まず、伊藤聖子さんです。はいはい、伊藤さんは作家クリエイターとして活躍されています。2016年からハイチ、ギリシャ、ウガンダ、南スーダン、ガザ、ヨルダンなど国境なき医師団の活動地を訪れて精力的に取材発信をしてくださっています。いつも取材させてもらって本当にありがたいなと思っています。まあ、何か役に立てたらと思って、はい、今日はまあ、そのいろんな各国の取材のうちの一つが日本なんですけど、この日本のこの早稲田の、 MSF のオフィスからお送りできることを光栄に思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次に袖野美穂さんです。はい、はい、袖野さんは小児科医として2019年から2020年にイエメンで国境なき医師団で活動され、現在は国立医療研究センターで国際医療に貢献をされています。10月までは岡山県庁の新型コロナ感染症対策も担当されていました。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、そして今城さんです。今城大輔さんは1999年から MSF 日本事務局で広報、リクルート、オペレーション部に所属、2001年からアドミニストレーターとしてミャンマー、ネパール、スリランカ、ハイチ、ソマリアでも活動し、現在はアフリカ西部のコートジボワールにて活動中です。本日は遠隔でつないで参加をしていただいてます。よろしくお願いいたします。はい、そしてはい、よろしくお願いいたします。そして司会は私、国境なき医師団、事務局のファンドレイジングディレクター吉田が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。あの
僕からちょっとあれしますけど、はい、あのファンドレイジング部っていうのはつまり皆さんからの寄付をこう募ったりするところですよね、はいはいはい、まさにその通りです。国境なき者は寄付金で成り立ってますので、はい、その寄付を集めて活動に送るというのが、うん、あのファンドレイジングの使命です、うん、それで、まあ、この日本での活動についても取材した時に、はいはい、僕も吉田さんには結構長くインタビューをさせていただいて、はい、まあ、実はその、まあ、結構金融関係に最初はいらっしゃったんですよね、はい、IT 関係にいたんだけど、はいはい、いやこういうことをしてるよりはやっぱりこう人のため役に立ちたいと言って、はい、この MSF に入って、はいいらして、はい、そのファンドレイジングということを専門にやられている、はい、そうです、はい、がしかしお金をここで日本で集めてるだけでは、はい、やっぱり何かわからないことがあるんじゃないか、はい、いやそれではどうなんだと言って、はい、現場に行きたいんですよっていう話は僕は何年前かに伺って素晴らしいことだなと思ったら、はい、とうとうこの12月から南スーダンに行かれるそうで、はい、おめでとうございます、はい、本当にありがとうございます。そうですね、国境なき者に入ってから10年以上、あとは聖子さんと3年ぐらい前に、はい、そのインフォセッションいくつかの場面でお会いして、いや私も行かないとダメですという話をしてそれから取材をしていただいて、はい、ようやく念願かなっていくことになりましたね。6ヶ月いらっしゃるということで、はいはい、6ヶ月間、人事財務の担当として行ってまいります、はい、素晴らしいことです、まだ、はい、ただものすごくコブラの多いところに行かれると先ほど、はい、伺いましたので足には気をつけてください、はい、そうですね、噛まれないように、はい、気をつけてください。コブラだと思えというらしいです。あ、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ではですね、さて伊藤さんはこれまで活動地を取材されて、はい、MSF の行動生き方にすごく興味を持たれてインタビューもされましたよね、うん、で今日は登壇しているお二人に、うん、聞きたいことなどございますでしょうか。はい、まあ、もちろん僕が一番最初に、まあ後でも言うかもしれませんけど、はい、MSF を取材して驚いたのはやっぱり僕も間違えてましたけどほとんどがお医者さんだと思っていたので、ね、やっぱその皆さんこれを見てる方でも知らない方はたくさんいらっしゃると思うんですけど半分は非医療大体で半分が医療でその非医療の中にも当然 Wi-Fi をと現地に行ってすぐ引かなきゃいけない人もいるかもしれないしそもそも、病室はどうやって誰が作るんだってそれ立て込んでいく人もいるかもしれないしっていう、それからまず一番大事なのは清潔な水をどう確保するか、これは飲み水もそうですけど手術のためにも必要だというようなことをどんどん知っていくにつれこういう人たちの集団なんだってびっくり、まあ僕はしたんですね。逆に言うと僕らでも何かできることがあるかもしれないと思わせてくれるということなんですけど、今日の例えば今城さんや袖野さんはどういう実際部門でを担当されてどういうことをやってらっしゃって今やっているかということについて伺えればなというふうに思っています。じゃあまずコートジボワールから、はいはい、そうですね、今城さんからお願いします。お願いします、今城さん。あ、はい、コートジボワールから今つないで、おりますが聞こえておりますでしょうか。聞こえてます。はい、よろしくお願いします。現在、2021年5月からですねコートジボワールの、アビジャンに派遣をされているアドミニストレーターの今城と申します。簡単にまずちょっとコートジボワールについて、それから現在の、まあ、仕事についてご説明させていただきますが、コートジボワールは、西アフリカに位置する、国で、まあ、面積でいうと、まあ、日本より少し小さめ、なんですけれども、コートジボワールという国はですね、まあ、2000年代2010年代ずっと内戦が続いていたんですけれども、現在はですね非常に、まあ治安もよく、まあ、経済発展も目覚ましい、まあ、アフリカでも優等生と呼ばれるらしいんですけれども、まあ非常にまあ安定している国です。でそうした中で国境なき医師団というのは、まあ、通常、まあ、緊急医療援助が多いんですけれども、まあ、それ以外にも、
中長期的なプロジェクトを立ち上げようということ で、うん、でこちらコートジボワール の国境なき医師団が、今年からなんですけれどもいくつかのプロジェクトを、行っております。でその中で、3つ主に大きな活動があるんですけれども、一つはですね、今地図に出ているアビジャンというところが首都です。ここに拠点があるんですけれども、その北部にアボビルという場所と、それからブアケという場所がありまして、でこのブアケというところでは現在精神病疾患の患者のケア、それからアボビルというところで、ここに自分も深く関わってるんですけれども、テレメディシン、いわゆる遠隔医療のプロジェクト、IT 機器などを用いて遠隔医療を行うというプロジェクトを立ち上げ中です。それから、短期プロジェクトとしてはコロナですね、コロナ の血清有病率っていうんですけれども、いわゆるその血清検査を通じて、すでにコロナへ の、その感染率ですね、陰性か陽性かではなく感染した経験を持つ人口がどれぐらいいるかという、その疫学調査を行っていて、まだ結果は出ていないんですけれども、アフリカの状況が、コロナに関してはなかなか把握できていない中で、結果が非常に期待されている一つの短期的なプロジェクトです。はい。で現地では主に医師、看護師、それから疫学者といったさまざまな医療スタッフとともに、物資調達員であったりアドミニストレーター、人事財務管理を行うチームが一緒になって活動しているんですけれども、だいたい約今70名の、スタッフと、その疫学調査に加わっている短期的な、スタッフ60名合わせて、130名ぐらいが、活動しており、その中で自分は人事と財務を担当しております。なるほど、分かりました。今要するに非医療を、の分野をやってらっしゃるということですよね、大きく言ってしまえば。そうですね、もう全く自分は医療従事者ではなく、人事財務に特化した業務を行っております。はい。そしてもう一つは、近頃の MSF はその先ほどもおっしゃっていました中長期的なことをやるようになったんですよね。前はもう何かあるとすぐに駆けつけてとか、紛争だとか、地震が起きたとかだけど、そうじゃないこともよりやるようにな、 んかなってる印象がすごく強いんですけど、これもそうですよね。そうですね、緊急性を伴わない、プロジェクトも別になかったわけではなく、例えばその感染症であったり、感染症ってなると当然その治療以外に予防っていうことも考えなくてはいけないので、そういった意味で中長期的なプロジェクト、例えば古くからは HIV エイズの治療プロジェクトなんかを世界中で行っているんですけれども、今回この、コートジボワールで行おうとしているのは、ある意味ちょっと、特例と言いますか、開発型っていう言い方をしていいかもしれないんですけれども、現地 の、 その保健省と現地の NGO と共同プロジェクトという形で、医師団が、その立ち上げを行った上で、長く今後、その遠隔地での医療が、スムーズに行われるようにという願いを込めて、そのテレメディシンですね、遠隔医療プロジェクトというものを立ち上げたという意味では、なかなか珍しいと思います。それともう一つだけ、やっぱり今まではやっぱり怪我をしている方とか、優先的だったんですけど、僕がこの頃何年かその取材を重ねていくと、メンタルの面をものすごくMSF が重視するようになっているような気がするんですね。今回も今 お伺いしたところ、精神病患者のプロジェクトがあって、以前だったらこういう方々が後ろにもう放っておかれていた分野じゃないかと思うんですけど、今城さん的にはどうかお考えですか？はい、おっしゃる通りですね。やっぱり主にその緊急性を伴うプロジェクトってなると、当然紛争地での、その、負傷者の治療に当たるというようなことが多くなるわけですが、そういう意味で言うと、もちろん緊急性を伴う文脈の中で、いわゆるその PTSD のケアであったり、その心理ケアといったものは以前より関わっていたんですけれども、その今回のようなその精神病疾患、これ医療プロジェクトであると同時に、その社会の中で
やっぱり、まあ、もちろん日本もそうだと思いますけれども、少数弱者として取り残されている人々がいて、そのためにはその社会コミュニティにこう、ね、まあ、根ざした活動をしなくてはいけないということで、まあ、これまで止まりましたかね。止まりましたね。止まりましたね。コートジボワール。あらら、またつながったらにしましょうか。そうですね、じゃあ吉田さんにお返しします、はいはい、そうしたら一旦聞きたいことは聞きました。すごい重要なやっぱりこと やってらっしゃるし、はい、MSF が常に変わっていってるんだってこともやっぱ僕は伝えたいなといつも思ってるので、はい、そのお話ができてよかったです。はい、良い質問ありがとうございます。いえ、とんでもございません。はい、そしたらでは一旦ソデノさんに。そうですね。でソデノさんは今度はどんなことをやってらっしゃるのかって、今アドミニストレーターという、まあ、分野ですけども、はい、どうなんでしょう。そうですね、私は小児科医としてイエメンに行かせていただきましたので、うんうん、まあ、活動としてはいわゆる昔から MSF がやっている活動に近いのかなとは思います。うんうん、イエメンは世界で貧富の差が特に大変なところで、さらに男女格差もものすごく世界ワースト1位で、すごく女性の方が生きづらいところもあるかもしれない国になります。そういうところで、まあ、子どもを、まあ、助けようっていう活動を、まあ、小児科医としてさせてもらいました。うん、そうすると実際に医療的な大変さももちろんですけど、社会でぶつかる大変さ、はい、妊婦をどういうふうに、ね、つまりどういうふうに扱われているか、はい、子供が生まれるとその子がどう、女の子だと子が扱われちゃうとか、いろいろあるわけですか。妊婦さん難しかったです。うん、妊婦さんをどこかに搬送しようとなった時に、妊婦さんの旦那さんおよびその男性の家族が付き添わないといけないですし、うん、送っていくのにその運転手が男性だったら、うん、さらに男性の保護者が必要だったりとか、いろいろ難しいことはあったんですけれども、うん、やっぱりその子を助けたいとか、うん、その赤ちゃんを助けたいっていうのは、私たち MSF のスタッフも現地のスタッフも、うん、お父さんもお母さんも皆さん同じ思いなので、その目標さえ見失わなかったら、文化も違うし宗教も違うしいろいろ違うんですけれども、事前の策は見つかるのかなというふうに思いました。それはやっぱりコミュニケーションをしていくっていうことですか。そうですね、コミュニケーションをやっぱりしていく必要があるんですけれども、うん、女性が男性に直接話しづらい環境ではありますので、はあ、そこをどういうふうにしていくかっていうのは、ある意味外国人スタッフの私たちっていうのはその障害がありませんので、うん、掛け渡しとしてはすごくいい中和剤となっていたのかなというふうにも思います。なるほど、現地の人がそれをやるとすごく反発を食らうけれども、外国の人たちは違うルールで来ているからと思って、まあ、ある程度聞いてくれることがあったりとか。そうですね、ということですよね。そういうこともありますし、特に私は女性だったので、はい、女性のスタッフとやり取りをすごくしやすいっていうところはありましたので、そこから始まって、やっぱりコミュニケーションを取らないと、うん、点滴の量をドクターと看護師さんで間違えてしまったりとか、はい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 、やっぱり赤ちゃんのケアを3時間おきにしたいのに5時間忘れられちゃったりとか、うん、そういう問題が起きますので、うん、そこはやっぱりこの子を助けるためには必要だよねっていうところから始まって、うん、やっぱり徐々に変わっていく部分もあるのかなと思います。いや、すごい、やっぱりいろんなところに行くと、やっぱり小児科っていうものはものすごくなんか MSF の中心に僕には見えてんですね。やっぱ そこにすごくいろいろスタッフも関わることが多いし、やっぱり子どもたちをまず助けなきゃねっていう気持ちがすごく強く伝わってくるんですけど、それは実際そういう感じなんでしょう。そうですね、子どもの出産率がとにかく高いので、私のいた病院で外国人 の医師 MSF からスタッフで来てるの私一人だったんですけれども、半分以上が小児の患者さんなので、小児科医で、うん、ほとんど見ることができるし、大人の患者さんも現地のドクターと一緒に見させてもらってました。やはり子どもの患者さんがすごく多いです。うん、そして一つだけ、ソデノさんはその活動にどうして関わるようになったんですか。そうですね、学生の時にウンルワというパレスチナ難民救済機関でインターンする機会がありまして、その時に一緒に働いた人たち、私の 同期というか同僚だったり上司が難民の方だったんです。
でその方々は本当に辛い状況から避難してこられて難民としてヨルダンに来た人たちなんですけれども、うん、その支援を受けて学校に通って、でその後はハーバードとかを卒業する本当に優秀な方々で、今は同胞のためにウンルワで働いてらっしゃるという方を見て、うん、なんか人はやっぱり何か一番辛い時に希望があると頑張れるすごく強い生き物だなというふうに思ったので、うんまあ、そういう活動をしたいなと思った時に MSF はすごく一致していたのでこちらで活動させてもらいました、うん、なるほど。そして今は日本に帰ってらして、はい、医療センターというかそういうところにいらっしゃるんですけど、はい、なかなか僕よく聞くのは MSF で、特に医療関係者ですけど医療海外で、まあ、フィールドでやっていて帰ってくると日本の人たちとか日本の病院というもののシステムがどうしてもその海外に行ってた人をうまくこう使ってくれないというか、なんか外国でやってたでしょって、ある意味その実績もあるのにそれを認めてもらえなかったりするとそういうところはどうなんですか。実際私は今小児科医としてではなくてメインは公衆衛生を大学院で勉強してさらに公衆衛生 の、うん、国際保険としてお仕事してますので、うん、ちょっと臨床医とは少し違うのかもしれないですけれども、もうちょっと日本社会全体が流動性が出ていろいろなところで経験したものを還元できる社会になったらいいなと思っています。ただイエメンで経験したことはコロナ対策においてすごく役立ったなと思っていまして、つい10月まで岡山県庁でコロナ対策関わらせてもらいましたけれども、すごく限られた資源の中でいかに最大限の効果を出すかという MSF の考え方、MSF でやってきたことっていうのが、今回すごく患者さんが増えたコロナの中でどういうふうに対応していくかっていうところですごく役立ったんじゃないかなと思います。確かにね、海外でのことだろうって思ってたけど、このコロナに関しては日本こそが、はい、うまくいかなくなったことが、局面がいろいろあって確かにそれは生きたっていうことですね、うん、なるほど。そういう面を見てなかったから今すごく、はい、ああなるほどと思いました。はい、お返しします。はい、ありがとうございます。そうするとガザ、ちょっとウンルアあれですけども、はい、いらっしゃいましたよね。はい、行きました。ああいったところにこう実際に行かれて取材されて、はい、改めて人道援助とはみたいなところは、はい、なるほど。られました。大きい話題に戻ってきましたけど、いや僕そのガザの前に南スーダンに行った時に、まあその前にもいくつか行かせていただきましたけど、びっくりし、自分で分かってなかったことがあるってことに気づいて、ある時びっくりしてしまったんです。それでジープで帰ってくる時ですけど、でもちろんどこに爆弾がないか何かいちいちね検問で調べられるような、まあ、そういうところを通っていく、はい、でみんなで同じような MSF って書いた車に乗って、はい、そこを抜けて自分たちの宿舎に帰るわけじゃないですか、はい、それ目の前に看板が出てて、右 UN って書いて、まあ、要するに国連ってこっち書いてて、はい、左側にヒューマニタリアンベースって書いてあったんですね。人道主義者たちのベース基地はこっちだって書いてあって、ああそうか、この地球っていうのは、まあ、たくさんの国家によって成り立っているけれど、国家だけではなくて国連が統治しなきゃいけないところもある、うんうん、で一方でも国連もその手が出しづらいところもたくさんあって、下手にその権力みたいなものとか武装したものが入っていくと、かえって大変なことになるっていうところがある。そこで全く丸腰の武器を持たない人たちがその間をつないでいるんだってことに気づいたんですね。だから実はこの地球っていうのは、国家と国連と人道主義者たちによってできてるんだっていうことが分かったというか、で彼らがいなければものすごく大変な世の中になってしまう。実は人道主義者たちなり人道支援っていうものをって、まあ、ちょっとある余裕がある人たちがやってんですよねって思われがちだけど、むしろ余裕なくとにかくやんなきゃっていう人たちが集まっていて、それによって地球がなんとなく世界が今回っている。そしてそれこそ
亡くなっていってしまうかもしれない子どもたちを一人でも救いたいと思う人たちが入ってる、はい、じゃあもっとさっき中長期的なプロジェクトが始まったっていう話もそうですけど、いやだったら精神病患者ってずっと戦争の中では、うん、もう後回しになってたよね、それどうにかしようよっていう人たちがいて初めてそういう何十万何百万という人たちが医療を受けられるって。なのである意味世界観を変えればこれは当然のことなんだと。で僕らが人道支援というものがいかに世界において役に立っているかあるいは必要であるかということを見ないでいたから、なんか貴重だなって思ってるかもしれないけど、いやむしろそれは必要不可欠なんだと僕は思うに至ったんですよね。はいはい、まさにその、まあ、国連と NGO の話がありましたけど、まあ、一つ国境なき者が大事にしているもの、うん、独立中立公平性がありますね、はいはい、だからこそこう活動ができる、そういったことをやっぱり感じた場面ではあったんですよね。そうですね、やっぱり、はい、帰ってくるスタッフに聞くと、はい、対立している、ねはい、別の、まあ、もう大変な紛争の中で違う側に行って、はいはい、で彼らを説得して帰ってきたところなんだってご飯を、ね、遅くに食べてたりして、はい、で要するに、これをそのまさに銃を持った人たちが行ったら、うん、そこでもう紛争になっちゃうんですよね、はい、で MSF が丸腰で行って、はいはいはい、あなたも助けますけど、うん、こっち側も助けたいんです、はい、私たちは関係なく全員を助けたいんですって、それまさに中立、はい、独立、はい、公平ってことですね、はい、これを一生懸命言いに行っている人たちの姿を見たら、はい、僕はやっぱりそれはすごく感動もしたし、はい、この方法でしか無理なんだっていう、だから俺は行ってきたんだって、はい、すごく素直に行って帰ってきてる、それを毎日のようにやって今、うん、MSF のそのこの運動が成り立っているということはすごくこう今おっしゃっていることですよね、はいはい、まさにね、そうです、まさに本当に現場に行かれた聖子さんならではのところで、はい、本当にありがとうございます。とんでもない。私のちょっと立場的には、はい、日本でファンドレイジングということをやってますが、やはり独立中立公平、これはきちっと守っていけるというのは、うん、民間の寄付に支えられてるからなんですね、うんうん、確かに。ですから聖子さんおっしゃったようにそういった場所では敵味方に分かれて争ってます、うん、ただやっぱり国境なき者にとっては敵も味方ももう一切関係ないです、うん、でどちらの陣容にいても医療が必要であれば提供する、それが私たちの使命です、うん、で例えばそういった時に私たちが、まあ、仮にですよ、どこかの国からものすごいお金もらってるとか、うん、ある国際機関からすごいもらってると、うん、そうした場合にはその独立性中立性公平性に疑われる可能性が出てきます、うんうんうん、ですからそういった時に私たちがもう私たちは独立もしている団体で中立性公平性に基づいてどんな人でも治療するんだということを説得力を持って語れる、交渉ができる、活動ができるのは民間の寄付に支えられているからです、うんうんうん、で実際に今多分画面が出てますけれども、これは国境なき医師団の資金が、うん、どうやって集められたかという円グラフです、うん、でまさにこの赤い 97.2% とありますが、これがまさに民間の寄付です、うん、ですのでこれがあるからこそ、うん、そういった今聖子さんおっしゃってくださったことが、うん、実現できているというところです。なので MSF にとっての盾は武器じゃなくてこれなんですよね、はい、まさにそうです、はい、これが信用されてるからその村に入っていけるんで、はい、このことが伝わってないと絶対にその人自身の命がもう危ないっていう場面は、まあ、いくつか 見させていただいているので、なのでということは寄付することが実はものすごく MSF を救っているし、寄付することがそれら紛争地での交渉というものにおいてものすごく効いてるってことになりますよね。そうですね。私自身が働いていたところもいわゆる日本政府が反政府って言ってるような地域でしたので、日本の政府に支えられている団体だったりしたら、うん、とても入ることはできない地域でした。実際に私たちの MSF しか入っていない地域で、そこが本当に首都から離れた地域だったので、病院があった役割っていうのは本当に大きかったなと思っています。うん、これはものすごく効いてるんですよね、このことは。そうですね、本当に。うん、なんか善意っていうと、あんまりこうほんわかとしていて、はいはい、まあ、本当のこと言ったらなくてもなくてもいいんだけどねみたいなことを考える人たちいるけど、ギリギリの場所に行くと善意ってものすごく効くんですよ。ものすごいカンフル剤なんだし、
だったら手出せないなってなっちゃうっていう、この人間って不思議だなってさえ思うけど、でそのことはやっぱりこういう場所でこう何回でも伝えておくべきですよね。まさにそうです。意外とやはりこう何かこう国際問題はあると、何かしたいだけれどもこう何をしていいかわからないという方結構いらっしゃるんですね。ですからもちろん例えばですね、寄付、あ、今回ですねこのイベントをするにあたってアンケートを取りました。そうですね、はい、成功さんから要はどんなことを、してますか的なご質問があったと思うんですね。そうですね、はい、なのでちょっと円グラフが出ると良いのですけれども、その結果、はい、60% の人が、うん、寄付をしていると、要は人道援助、問題を感じているけれども何をしたらか分からないという質問が多いので、アンケートを取った結果こちらなんですけれども、はい、ですね、であとは残りの人は活動に参加している、これは 6%。 いや、それすごいですよね。はい、活動に参加している人が 6% いるって、はい、どういう活動なの？おそらく中には総出の先生のようにこう実際に活動スタッフとして行く、あとは、まあ、活動を広く捉えるともしかしたらボランティアでいろいろなイベントに参加をして、今いろんな駅の前でね、はい、やってくれてますよね。ああいう方々かもしれないですね。はい、そうですね、はい、ですからそういったところも非常にありがたいところですし、これも立派な参加の仕方だと思います。もちろんですよね。はい、でその他はあとはその他の方法、その他の方法がおそらくこれもいろいろ幅があるんですけど、まあ、例えば知ってこういったイベントに参加するとか、あと成功さんの本を読むとか、そういうやはり問題は知らないと、その人の中では問題ってないことですよね。ですから命の危機に瀕している人もその人の中にはいないわけですから、そういったのを知ることで初めて何か行動するきっかけが起きるっていうところがあるのだと思います。確かに。でよく、まあ、もう必ず聞くのは、はい、私たちは些細なお金しか出していないので、はい、何も言えないんですけどって、はい、すごく恥ずかしそうにおっしゃる方がすごく多いんだけど、はい、それは一人一人は些細であって当たり前のことなんで、はい、その些細がその何億人集まってると思ってるんだっていう、はい、でその途端にそのお金がとても大きなものになって、でまあ、それはこのいろんなミッションをその取材に行った時に、例えば、ファーマシーですよね、はい、薬剤関係の人たちがにもとても本当にリアルに言われることだけど、寄付がなければこの包帯だって買えないし、この今必要なこのすごく重要なワクチンだって手に入らない、はい、でそれを私たちは預からせてもらって、はい、でそれを使うことによって人を助けているわけなん で僕ね、その包帯だって1個 見たらきっと何十円とか何円とかだと思うんですよ、ね。はい、でもその何円かが赤ちゃんのここに巻かれている時に、はい、その価値ってすごいこと。あ、今城さん戻ったんですね。今城さん、はい、すいません。はい、はい、聞こえますか？聞こえてます。途中は聞こえてなかったですか？いえいえ、袖野先生が語ってるところから戻ってはいました。ちょっと停電になってしまいまして、はい、急遽 Wi-Fi を切り替えることで。ありがとうございます。ちょっと、はい、とんでもない。今ちょっと寄付のそのすごく、はい、意味合いがものすごく大きいんだよと。まあ、一つはそういうその医療的なこととか、まあ活動費はがを担っているっていう凄さがある。そしてもう一つはそれが民間のものであることによって政治的なその争いに巻き込まれないで済む、自分たちを守るためでもあるし、患者さんたちを守るためにもなってるっていう話をしたわけですけど、今城さんからもちょっとこの寄付の重要性みたいなものとか、まあボランティアの重要性みたいなものですかね、伺っていいですか？そうですね、寄付の重要性ということでいうと、もう本当にまさに今自分が、任されている仕事っていうのが、まあ、その寄付をいかに有効に、無駄なく活用するかということを、まあ、現地レベルでですね、その確認をし、本当に1円たりともこう無駄にしてはいけないという、まあ、願いを込めて、まあ、その財務管理を行うという、そういうことを任されております。なので、まあ、
本当に、まあ、大きなあのプロジェクトになればなるほどなんですけれども、今伊藤さんがおっしゃったように、あの本当に包帯一つから全てが寄付で成り立っている、まあ、例えば今自分がここでこうして派遣されたことも寄付によるわけですけれども、寄付がなければこうやって皆さんに現地のことをお伝えすることもできなかったわけですから、本当に全てがその寄付で成り立っており、まあ、それをこう保証するという、まあ、重要な役割をあの、任されているということです、うん、そうですね、はい、重ねて言いますけど、つまり、今城さんのアドミニストレーションというのは人事であり、ファイナンス財務であり、はい、総務いろんなものを買ったりやってる、そうすると現地の方をやっあのドライバーの方とかをあの雇用する場合にも当然そのギャランティー必要なわけで、はい、っていうことですよね。そういったものですよ、だし、今城さんたちが今日食べるものを、まあ、現地の方に大体作ってもらうこと多いと思いますけど、それももちろん寄付から出てるってことですよね、はい、あ、そうです、これから後で朝食食べるんですけど、これも寄付で成り立ってるんですね。あ、そうです、今現地7時半なのでちょっと早めに今日はスタートしたんですが、はい、で、まあ、今おっしゃっていただいたように、例えば現地のドライバーにしても、あのお医者さんにしても、あのスタッフの給料というものは、あの実は 現地でその支出 を考えたときに非常に大きなあの、うん、部分を占めます。もちろんその医薬品の輸入やその機材、あるいはその病院を建てたり車両を購入したりというところがあの重要なんですけれども、結局医療っていうのはやっぱり人で成り立っているので、うん、人件費というものは非常に、まあ、大きなコストで、人件費をかけるのであれば、まあ、その適切なあの人材を、まあ、雇用しなくてはいけない、それから、まあ、その、当然現地の、労働規定に従った形で、まあ、運営されなくてはいけないという部分もあるので、あの医師団の、まあ、方針に従いつつ、かつ現地の労基法に沿うという、そういった、まあ、非常に厳格なまあ、スタッフ管理というものがされております。やっぱり重要だと。重要ですよね。うん、はい、そうですよね。うん、はい、なので結構この辺の重要性がやはりこう、はい、知られていないと。で、そうですね。はい、でまさにそこは伊藤さんがこう問題意識を感じられて、はい、で、たがためにいろいろ取材をして、はい、書いて広めてくださってると、はい、そういった点で何か伊藤さんチャレンジ、はい、なんて言うんでしょうね、こうどうやって伝えていくか、その辺ってどういうふうに思われますか。いや、もうそうですね、僕はやっぱりその、ものを知っていただくにはもうしつこさしかないと思っていて、うん、いろんなねやり方あるでしょうとかっていう人たち、企画っていろいろ大事だよねとかいう人たちいるけど、結局伝えるにはしつこさが必要、はい、なので僕はしつこく本を書いてますけど、はい、MSF に関して、取材をすれば新しいことがやっぱり出てくるので、はい、そのことはやっぱり伝えたいと思うからそれをまあ本にします、はい、それがまず一個かな。 で、はい、でももう一つはもちろん、面白かったり、新鮮だったりすることって人の目を開かせますので、はい、それはすごく大事なことで、はい、それは自分にとってもやっぱりユーモアを持って書きたいとか、ここはもうユーモアなしでもう本当に厳しい現実はきちんともう涙が出るほど厳しいことはちゃんと書かなきゃいけないなというふうに思いますけれども、はい、そういう多面的なまあアプローチで進めていくっていうことしかおそらくないんだと思うし、僕は MSF はそのことをすごく愚直にやってると思う。愚直なんですよ。愚直すぎて、はい、もうちょっと目立った方がいいんじゃないですかって思う時がある、はい、だから僕は こういう仕事をやってるわけで、まあ、大体 ね、 はい、そのこととか、はい、そのこととかって伝わってますかって、うん、はい、僕が書いちゃっていいですかみたいな感じで、まあ、やってるのも事実で、はい、なのでまあそのなんていうんですかね、うんうん、例えば人道支援っていうものに対してやっぱ自分が貧しい人とかすごく大変な思いしてる人に対してやっぱりもちろん同情したくなるとかって、あるいは助けたくなる、自分の身になんか変えて考えるっていうことは、まあ、人間だからある程度はあります。でそれともう一つ 僕の中に生まれてしまったのは、はい、そういう人たちを自分を捨ててでも助けに行きたいと思う人たちがいるっていうことの
素晴らしさが僕を打っちゃってるわけですね、胸を打っちゃって、でこの人たちのことを伝えたいという形で、結局人道支援が必要な方々のことが書けるっていう、僕はその立場に多分いると思うんです。皆さんは前線にとかね、いたり、その方々と直接お金の問題でやり取りしてるかもしれない、そのことのもう一つ後ろ、僕が後ろからまあそういう形で何かができれば嬉しいなと思ってやっています。ありがとうございます。しつこさと疑問に思ってもらうというところですよね。確かにその通り、伝わらない、伝わったかなと思ってもまた忘れてたり、それはねしますもんね、やっぱりね。そうですよね。だから大変、え、なんでそんなことやってんのとかって普通に言われません？すごく聞かれます。そうですよねでも私にしてみたら海外のことも日本のことも違わない、違わないって言い方したら変ですけれども、うんうん、言ってみたら、あの今回のコロナのような状況っていうのは、うん、日本の方が大変なんじゃないかなって思いました、うん、私たち MSF で海外に行く方っていうのはそれなりに経験も積んでいて、しっかりトレーニングされています。あの私自身も日本でトレーニング受けて、フランスでもトレーニングを受けて、危機管理に関してはあのすごくしつこく、それこそしつこく言われたんですけれども、あのそれだけ の訓練を受けてから行かせてもらってますし、ある程度覚悟して自分の意思で言ってるんですけれども、今回日本で起きたコロナに関しては医療従事者の方々はそういうあの環境を覚悟してるわけではなくて、そういう環境になってしまったので、そういうことを思うと世界中どこでもあの起こり、人道支援っていうとなんか堅苦しいんですけれども、どこでも起こりうることに、あのただできることをしているのかなっていうふうに思いますね。そうですね。何かこう見ていると MSF の方々に聞いてみると、いやただ大変だからしてるだけだよっていうものすごく素直な言葉が返ってきて、それ以外のこと何にもないなって実際に思うことは。今城さんどうですか、その人道支援、今城さんはどうしてこの道に入ったんですか？はい、そうですね、あのもともとはですね、あの、まあ、自分ちょっと幼少期に、フランスで生活する経験があったのを生かして、まあ、フランス語を使える職場をあの選んだという、うん、きっかけはあるんですけれども、まあ、入ってあの当初配属されたのが、まあ、広報部だったんですね、まあ、広報部アシスタントでその翻訳、まあ、現地からのレポートを翻訳するなどの業務に当たっていたんですけど、まあ、当初はそれほどその、まあ、人道援助に自分が、まあ、ここまで のめり込むとも思っていなくて、まあ、結果的に20年以上いるんですけれどもあのそうですね、一番最初はまあその広告部のアシスタントで、あの99年当初ですね、あのコソボ紛争下のマケドニアにまあ派遣されたという経験がありまして、まあ、そこからまあ現地のレポートをするという任務に当たったんですけれども、まあ、やっぱり帰ってきてからずっとその、まあ、伊藤さんいや、あのまあ吉田とも同じかもしれないんですけれども、あの、まあ、現地で見てそれを伝えるだけではなく、やっぱり自分自身がで直接何か関わりたいという気持ちがまあ強くなったという。でそこの、まあ、じゃあなぜかっていうことを考えると、まあ、これもさっき伊藤さんおっしゃったんですけど、結局なぜやるのかっていう理由は考えてもあんまりうまく説明できなくてとにかくやんなきゃっていう、まあ、もうなんか前提のような部分っていうのはやっぱりあると思います。ただ、まあ、より深く考えていくと、まあ、自分自身がその なぜその動かされるのかっていうことを言葉にするとしたら、やっぱりあの助けたいとかその関わりたいっていう気持ち以前に、その知れば知るほどなんですが、やっぱり世界で起きていることがちょっとおかしいぞという、まあ、その疑問というか、まあ、若干の怒りというか、なんかなぜこんな目に遭わなきゃいけない人たちがいるんだっていうことが、まあ、その団体そのものを突き動かし続けているような、まあ、原動力になっているような気もしますし、自分もまあそこに同調しているという部分はあると思います。うん、確かに本当にそうなんだろうと、はい、そういうリアルな雰囲気を僕もなんか皆さんから感じることが多いですね。うん、そうですね。吉田さんはどうなんですか、その、はい、なんでそのつまり IT にいて、はい、お金大きなおかげで、ね、動かしてたはずなんだけど、はい、こっちの道にポーンって入ってきたっ
ていう。そうですね、これもいろいろですね、あの綺麗な理由汚い理由とかいろいろある、俗っぽいものとかいろいろあるんですけど、まあ、純粋にこう考えると、あの仕事をしているときに皆さんこう意味を考えますよね、うん、この仕事って何のためにしてるんだろうとか、うん、誰のためにやってるんだろう、うん、それを考えたときに、たまたまその価値観自体が、うん、あの元々私多分素朴、なんか自分で言うかなとは思うんですけど、なんかそういった例えばところだと思うんですね。なので例えばこう空気がきれいだとか月がきれいだとか、うん、なんかそういったところで喜びたいとか思っていて、うん、なので、なんて言うんでしょう、こうでそのこう世界を見渡した時に、私は別にこう命の起きてから、あ今日危険だとか思わないでよいのですけれども、うん、今の日本ではない世界を見渡すと、そういった人々がいらっしゃるんですよね、うん、今日起きて食べ物がないかもしれない、今日は命がつながるかわからない、うん、そういった要はバランス不条理とも言うかもしれないですけど、そういったものに何かをしたいというふうに思ったのが一つですね、うんうん、であとまあ実際やっぱりこう知ってもらったら亡きことには頭の中ではできないので、うんうん、やっぱり何かをしたいなっていうのがこう常にここ十数年ありました、うん、なるほど。でそれがだんだん、ただまあいきなり即飛びにはいけないので、うん、まあこの仕事に就くまで10年、その後に伊藤さんとお話してから3年、うん、結構時間かかっちゃってるんですけれども、うん、なので徐々にこう近づいてきた、現場が近づいてきた、そうです、はい、足音が近づいてきたみたいな なので、まあ今城さんも吉田さんもなんですけど、やっぱり知るっていうことが全もうめちゃめちゃでかいことだっていうことじゃないですか、はいですね、はい、知らなければなかったことになっちゃうから、いくら僕らがしつこくそれこそ言っても、はい、何のことってなっちゃうけど、こういう子供たちいるんだけどとか、はい、こういう女の人たちいるんですけどとかって、今あの病院にさえ爆撃されちゃってるんで、助けに行った人があの命を落としたりするようなことが起きてるんですけれどもとかっていうことは、やっぱ誰かが証言活動をしなきゃいけないわけで、それがまああの一番最初にも言ってた、MSF の日本柱が、まあ、医療活動と証言活動だって、このことはすごくあの重要なことで、やっぱり医療活動だと皆さんもほとんどの方は持ってらっしゃると思うんですけど、同時に証言活動もしていて、じゃあなんで証言活動するんだって知ったら、ちょっと無限にはできないぞこの問題はって、はい、なる、まさに、それが人間じゃないかという思いがあるんだろうと思うんですね、はい、そうですね、はい、そこがなので、こう知ればやっぱりこう長期的には心が動く可能性があると、はい、ただ一つやはりチャレンジ、次の点はやっぱりそれをこうトライした時になかなか伝わらないとか、うん、ふーんとかいうことに出会ったことがあるかを、はい、今城さんに聞いてみましょうか、はいはい、今城さん、何かやっぱり世界中で起きている問題について、こう今城さんはあのそういったあの考えを持ってこう何かしなければいけないとか思われましたが、あの一方で、はい、うん、なかなかそこってチャレンジングなところがあるかとは思いますが、そこって何か、うん、あの難しさって感じたことありますか、伝えるとか、あの社会の課題を伝えるのにこう友達がなんか不安、個人的にっていうことですか、はい、はい、そうですね、まあ、長くやっているんですけれども、やっぱり常に伝わらない、まあ、なかなか知ってもらうということも難しいし伝わらないなとは思っておりまして、まあ、そのなんか世界でこんな大変なことが起きてるっていうのをこう日本 その平和などこか公園か何かでこうギャーギャーわめいてもなんだこの人ってなってしまうと思うので、それこそ、まあ、僕自身もまあしつこくじゃないんですけど、まあ、日常から、まあ、本当にその、まあ、当然周りの仲間は自分がこういう仕事をしてるっていうのは分かっているので、じわじわとこうさりげなくこういうことが今起きてるんだよっていうのは話すようにはしています。ただ本当に それ以外のことっていうのは、まあ、個人レベルではなかなかできないので、まあ、口コミっていう言い方になると思うんですけれども、人から人にコミュニケーションするっていうのがとても実は有効だというふうに考えています。なるほど。それで僕もねちょっと思うことがあって、はい、そのなかなかまあ伝そういうことが伝わらなかったりする場合に、なんで相手の方が、目をつぶったり耳を塞いだり、それもその気持ちもまあ分からないではないんですよ、すごくマイナスなことを聞かされて、うん、多分その人は私に何もできないのにって思うことがすごく大きいと思うんです、うん、私に何もできないのにそんなこと言われても、うん、私が苦しいだけじゃないかっ
って思うと思うんですね。でなので実はいやそこに一歩でも近づいて何かをするってことを実はできるんですよって、うん、それ別に500円でも1000円でもそれがあることでそういう気持ちにならずにこの問題を考えたことに なる方法があるんですよって、うん、それまあその変な言い方だけど寄付ってそういうこうつまりつながりを持つっていうことは、情報のつながりがお金のつながりになることもあれば心のつながりになることもあればいろんなやり方のネットワークってあると思うんですね、はい、価値の交換とかでそういうことが実は割とすごく簡単にできるのになかなか日本の寄付文化がまだまだ根付いてないためにこうなっているんじゃないかと思う、はい、どうですか。そうですね、私寄付もしてなくてもこうやってまず私たちのこのトークに参加してくださってることが何より本当にありがたいなと思いますし、まずは本当に知っていただくっていうのが、はい、第一歩かなとすごく思っています、うんうん、でその先にをどうするかっていうのは本当に人それぞれだと思うんですけれども、やっぱり無関心が一番、辛いことなので、うん、まあ、それを、まあ、MSF はやっぱり証言活動していこうというふうにそこから決めてきたところはありますので、うん、まずは日本も大変な状況だと思うんですけれども、ね、まあ、海外の状況にもちょっと目を向けていただけたらすごく嬉しいなと思います、うん、ソデンさんのおっしゃったことで言えば、その世界の中には日本も入ってるよっていう、ね、そうですね、対象は全部もう全くどこももう安全だというようなことはなくていろんな問題をいろんなところで抱えていて、でそれで自分がここの問題はすごく自分にも何かこう胸に刺さるなと思ったら例えば何かがある、まあ、あるいはちょっと本読んでみたとかちょっとインターネットで調べてみましたとかそういったことでも全然もうね、はい、それも人道支援の一つなんだっていうことでしょう、はいはい、まさにそうです。はい、ちょっと休んでました機械が、はい、インターネットが今休んでました、戻ってまいりました、はい、申し訳ございません、はい、ではですね、では瀬子さんに聞きます、はい、日本で MSF の活動や人道危機について伝えてよかったと思うこと、はい、なんか反応、嬉しい反応などあればお聞きしたいかなと思います。僕あれなんですよね、準レギュラー的に出てるテレビのスタッフが僕と同じぐらいの年代かなの人がずっと僕の本をあの本が良かったんですよ、あの本が良かったんですよって言ってて、そのうち僕に MSF に入ろうと思うんですって、すごい、テレビの仕事をもうやめて、もう自分たちが自分はずいぶんやってきたから、はい、入りたいと思うんですって言うから、はい、僕もあだったら英語かフランス語かここできた方がいいですし、はい、ここですよなんてもう毎回その話なんですよ。すごい、テレビの内容の話じゃなくて、はい、MSF の話をその人としてるんですよ。でそういう人に一人でも会うと一人いるってことはもっとたくさんいるっていうことだから、でそれはすごくこう嬉しいことだなと思います。でそれは別に自分が本を書いた書かないとかっていうことはもう全く無関係で、もちろんよく言うことですけど MSF のイベントとか来ると女性の高校生の子とかが若い子がお母さんと一緒に来てて、ああこの子はこれからなるんだなっていうふうにお母さんも説得されたんだなとか、お母さんもいい やりなさいっておっしゃったんだなっていうふうに思ったりすると、もうそこでああもうなんか自分も何かやれてよかったし、自分じゃなくてもこれは素晴らしいことだなとよく思います。だから一つ一つのたまにですけど、こうなんかこうそういうことが起こるだけでなんか報われる感じになりますよね、人は。そうですよね、まさに。いやでもすごい影響力ですね、やっぱり先ほどの2つ目の面白さ、なんて言うんでしょう、しつこさと、あとは分かりやすくとか面白さ、そこはやっぱり一つの重要なところだと思います。そうですね、はい、だから僕はMSF は当然、その紛争の前提が完全に分かっている状態で、それを説明するっていうその義務があると思うんですね、はい、でも僕が やろうとしていることは、あと何にも知らない人と一緒に歩みながらその問題が分かっていく方が多分彼らにとっても僕にとってもいいだろうと思うので、あんまり調べないで行ってむしろびっくりする、あらかたはなんとなく分かってるんですけど、
でそうすると積極臭くなくないですよね、うん、書くことが、はい、僕自身がびっくりしちゃってるわけだから、うん、あそうかって読んでる人も実はこんなことがあるんだ、うん、ここの問題はどう考えたらいいのかな、次のページ行かなきゃっていう、そういうことですよね、うん、だからそういう人たちがある時急にいやこれは僕が行かなきゃダメだって思ってるわけじゃないですか、うんはい、それがやっぱ人生が変わることがあるって本当になんかちょっと人のこと、はい、人のことだけど素敵なことだなと思います、はい、そうですよね、ぜひちょっとまた本も、うん、取材もしていただければと、ぜひぜひ、はい、いやそうなんですよ、だからこのコロナのことがあるし、はい、まあ、僕もちょっと子供が生まれて今子育てなので、ちょっと手が離せないけど、今考えているのはだったらこういう形でそのリモートだけで徹底的に聞くっていうこともあるんじゃないかなと思って、あるいはそれを定期的な番組にすればいいんじゃないかな MSF もって、はい、でいうふうにもう考えています、はい、実は今発表しましたけど、急に新企画発表しました、必ずも発表、すいません、やらせてください、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。そしたらですね、そろそろですね、イベントにご参加いただいている方からのコメント、はい、ご質問があります、はあ、最初に伊藤さんに読者の方からのメッセージを、はい、読み上げます、はい、読み上げてからコメント、教員です、うん、生徒に国境なき医師団を見に行くを課題図書で夏休みに読ませたところ、とても感動したというレポートが多かったのですが、同時に僕にはできないという無力感を吐露する生徒も多かったのです、うん、単に感動ストーリーとして消費して終わっているのが先進国日本の歯がゆいところのような気がします、うん、伊藤さん応援してます。なるほど、はい、これは、まあね、はい、そうですね、でも正直言って、はい、その僕の本を読んだとして、はい、僕自身だって何もやってないんですよ、そこのところをね、高校生もねちゃんと読んでほしいと思うんです、はい、そこに出てくる人たちは実質やってるけど、僕は1週間そこにいて見たつもりになって喋ってるだけなんですよ。でもそのことが分かってくると自分にも興味があるな、あるいは僕にはできないって思ったり、僕にはできないことはある程度当たり前のことだと思うんですよ、うんうん、これできる人たちがいっぱいいたら世界はもうこんな大変じゃないですよ、みんなが助け合ったり やってんだから、それが少なくて大変だから今が大変なわけ で僕にはできないってことを思った時にそこに無力感を感じる必要は僕は逆にないと、いつか出会ってくれればいいと思うし、本当にまあ、しつこく言ってますが、詐称でも何か自分のお小遣いから何かが、ね、出てくるとかっていうことがありさえすればいい、でまあ感動ストーリーとしてどうしても消費して終わってしまうのはもう世界中そう、ずっとそう、人類はそうだったと、でもそうじゃないところから何か奇跡的なことが生まれてきたのも人類の歴史なわけで、両方をやっぱり見ていくといいんじゃないかなと僕は思います。そうですよね、はい、皆さんやっぱりこう知ること、あと動くこととか、いろいろあと書くこと、はい、できることをやっぱりやる、それがまあ全体的に最適化になると、うん、そうじゃないとやはり先ほど面白いと思ったのが、みんな人道活動家になったらちょっと変わっちゃったんですよね、もう問題ないですよ、戦争しませんもんねそれ、はい、ありがとうございます。そしたらあと本、もう一つ本会関係のコメント、はい、国境なき手段を見に行くなど3冊の本を読みます。あ、うわ、ありがとうございます。3冊ですよ、3冊出してるんですよ、はい、そうですよ、しつこくやってます。本当に、本当ですね、いやでもどれも面白いです。ありがとうございます。今後もこのような、あ、これでも答えちゃいましたね、これさっきの話じゃないですよね、はい、まあ、今後も僕はやろうと思っていますが、はい、実質行けるかどうか、子供のこともあったりして、はい、あれなんで、はい、違う方法でもやれるんじゃないかという、はい、実はインタビュー、はい、インタビュー放送みたいなものが毎回あったら、それはそれで面白いんじゃないかですかね、で英語とかフランス語で帰ってきて、はい、ちゃんと通訳してもらって、はい、日本の人も分かる、僕も分かる、はい、っていうことが、はい、MSF YouTube チャンネル、はい、いいですね、いいです、はい、それまとめて本にしたらいい、うん、はい、そうですね、と今は思ってます、はい、まあ本当は行きたいですよ、僕も、うん、それは行かなきゃ分かんないことはいっぱいありますよね、はい、やっぱりね、雰囲気とか、うん、朝起きたらもうみんな起きてて、もうミーティングが始まってるとか、あの感じとか、はい、うわ MSF だな、みんな真面目なんだよなって、ね、はい、本当に嬉しくなっちゃうんだけど、はい、まあそういうことです、ね、はい、
ありがとうございます。南スーダンぜひやりますか。あ、そうですよ、南スーダン行かれるね、はい、半年も行かれるから、はい、寂しくなっちゃうんでしょうから。寂しくなります。はい、やりましょうか。やりましょう、はい、そう。では、ちょっと次のコメント、ご質問です。活動で辛いことや現地で苦労したことはありますか。今城さんに言わず。そうですね、はい、今城さんで、袖野さんにお聞きしたいと思います、うん、で怖いと思うことはありますか。またその辛さを乗り越えられるモチベーション、やり方、やりがいなどございますか。あ、はい、そうですね、冒頭でお伝えしたように、現在派遣されているコートジボワールは、まあ、非常に治安も、安定しているので、まあ、怖いことって言ったら、なんかそうですね、なんか巨大なゴキブリがこう直撃してきたりとか、そういう大きいんですか、そっちの大きいんですか。大きいのがこう飛んできたりとかっていうのは、やっぱり怖いですけれども、怖いですね、はい、ただ、そうですね、まあ、やっぱり、自分自身がその今ここで怖さを感じることはなくても、まあ、実際に今働いて一緒にチームを共にしているそのメンバーたちのこう話を聞くと、その多くがですね、やっぱりその2010何年に一回活動に参加したんだよとか、つまりその紛争中に MSF が活動していた時に入ってきた人たちが非常に多いんですね。でそういった人たちとこう話をすると、まあ、今は非常に平和な状況に置かれているけれども、いつ またその不安定な状況に陥るかわからないとい こう不安感の中で人々が生きていて、自分もまあそこに置かれているという緊張感はあります。やっぱりコートジボワールの周辺国っていうのは、まあ非常に今も内戦が起きていたり不安定な場所が多いので、例えばそのいつ難民が流入してくるかもわからないみたいなことは、まあ日々、セキュリティのまあミーティングなどで語られているところではあります。はい。なるほど。そうか、コートジボワールはまたあれですよね。そうすると、あとはイエメンに行かれた袖野さん、いかがでした。そうですね。怖さ。やはりイエメンって不安定でないですか。いや、もうね、いろいろあるところですからね。イエメン自体は、そうですね、いろいろあるところで、実際私が勤務した3カ所で勤務させてもらったんですけれども、うん、最後に勤務したところは本当に国境間近だったので、周りに前線がたくさんある、うん、で頭上はいつもステルス機だから、飛行機は見えないんですけども音がブンブンしていてっていうところで、まあ、やっぱりそういう環境で働くのは初めてだったので、うん、緊張はしてただろうと思います、うん、ただ爆撃されないから活動しているというのか、うん、されないというふうに、まあ、MSF が確保、安全を確保した上で活動しているっていう安心感は、やはり訓練を受けている中でもどういうふうに危機管理をしているかっていうところには十分理解はしてたので、安心というか、まあ、そこは理解した上で、まあ、参加させてもらったかなとは思っていますね、はい、ありがとうございます。伊藤さんでも、うん、やっぱり今袖野さんがおっしゃった安心感は MSF と一緒にいる限りはあるんですよね、やっぱり。でそれは例えばさっき言ったジープみたいなもので移動してる時も、なるべく分かりやすい MSF ってもう赤く書いてあって、まあ下手するとこの 10に NO のマークが入って、私たちは持ってませんっていうことをもうはっきり言うっていう。でそれでまあもちろんそこにそのキャンプを張るということ自体、はい、地域の人たちに相当いろんな情報を、まあ、出して説得もしているだろう、はい、それから各その政府反政府側にも説明はしているだろう、うん、でそのことに関するやっぱり経験値って普通じゃないぐらいやっぱあると、はい、新国家ができた時とは全然違う、はい、もう何十年ってやってきた、まあ、経験があるからっていうことがまず一つと、うん、はい、あとすぐ近くにお医者さんだらけだっていう本当にあれは助かる。もうこれちょっとなんか今日昼食べたものがなんか痛いような気がするとか思っても、あ、帰れば見てもらえるやって思うっていう、これはすごいことですよね。それも MSF 特有ですね。そう、特有ですよね。そうですね、そう。なので、まあ、セキュリティプロトコルがしっかりある、それを守るっていうところと、セキュリティプロトコルって、はい、まあ
言葉初めて聞いたけど、はい、でもセキュリティに関するいろんなその、はい、まあどうするとどうなるとか、はい、どこの道路が今どう危ないとか、はい、そういうことは、しょっちゅう、MSF のそのキャンプというかフィールドに行くとその説明ミーティングがあります。で今はここを通るなとか、うん、何時まではここをどうとかどうとか、うん、今こう実はこういう問題があるってことは全員が共有するようになっていて、はい、それはやっぱりすごく重要ですよね、はい、それはあまり知られてないと思うんですよね、はい、ですよね。なので、まあ、そういったことをこう考えると怖さも克服、まあもちろんちょっと無理やりなあれですけど、僕今の日本のがやっぱり怖いってやっぱり思いますよ、はいはい、電車に乗ってくるのに学校怖いなとかって思っちゃったりして、はい、と怖さは変わらないとも言えますけど、そうですよね、はい、日本も怖くなりました、はい、ありがとうございます。では次のご質問です。これはですね、伊藤さんに特にお聞きします、はい、なんですか。人道援助に関わるスタッフに共通する意識など何かお気づきのことは。僕、そうですね、スタッフの方々に共通する意識は、はい、まあ、先ほどの袖さんとも、はい、ちょっとお話しした、とにかく自分たちがこの目の前のこの人を助けたいんだっていう気持ちは、はい、強烈にもうやっぱりある、その集中力みたいなものも、はい、ものすごく あって、それは感じますね、はい、それとやっぱなんていうのかな、はい、僕すごく重要だと思うのは、MSF の方々が例えば僕らも荷物持ってそこの宿舎に泊めてもらって取材が始まる時に、はい、まあ、もちろん、一緒に行ってる人たちは MSF の日本のスタッフだから、はい、と知り合いがもうどこどこのキャンプで一緒だったとかどこどこので一緒だったってミッションで一緒だったっていう人たちがいると、それはもう国境も何も年齢も何も超えてやっぱり握手し合ったり抱き合ったりハグしたりキスしたりしてる時にものすごい仲間意識がいいなってすごいな、この人たち離れていてもまたここで会ったってことがこんなに嬉しいんだなって思うのを見るとやっぱりこっちもなんか感動もするしほっこりもするっていうか、その仲間と出会うこともこの MSF にいることの魅力の一つなんだろうなっていうふうに正直思いますね。確かにいろいろあちこちこう行くスタッフもいますし、ね、うん、長年関わってるものもいますし、そうなんですよ、はい、あなたじゃないのみたいな感じで出会うみたいな感じで、どうしてたのって、いや僕はこことここをやってたんで、はい、私はこことここやってました、はい、あそうなんだみたいな話がこうあるっていうことが何かこう MSF 独特の、はい、もうなんかこうやめたくなくなる感じなんだろうなと思います、はい、そうですよね。そのあたりは長く活動をしていた今城さんは何か感じたことあります？何か人道援助に関わるスタッフに共通する意識の中で、特に今伊藤さんがおっしゃってくださったような。はい、そうですね、まあ、ちょっと同じ回答になってしまうかもしれないんですけど、非常にみんな単純明快というか、医療従事者もそうでない人間もそうなんですけれども、またそれから現地で雇用されるスタッフもそうなんですけれども、もちろん個人個人それぞれ自分たちのその、キャリアであったり、まあ、その生活しなきゃいけないのでそのお給料であったりということは重要ですし、仕事として取り組んでいる以上ですね、それはまあこうプロとしてきちんとこうどこまで貢献できるかということが重要になってくるんですけれども、まあ、大前提としてその救わなきゃいけない、あるいはその医療に携わることによってその国の、まあ、人々の、まあ、健康を取り戻したい、あるいは治療したいという、まあ、本当にもう その気持ちっていうものが共通している、まあ、本当にそれしかないと言ってもいいかもしれないなと思います。ございます。そうしたらですね、ご質問をあといくつかいただいているので、うん、ちょっとあと2つほどいけるかなと思います、はい、なので袖野さん、はい、MSF に参加するためにどういう経験を積まれましたか？どういう経験、そうですね、まあ、小児科医として行く場合は必ず小児科医の日本での専門医としての資格が必要で、まず日本で小児科専門医として、
まあ、一人前というか患者さん見れるようになってから、やはり海外の人とコミュニケーションをとって、で迅速にその場で対応するっていうことは、まあ、留学して公衆衛生を海外で学んだっていうことがすごく大きかったかなと思います。そういったキャリアですかね。大体の方が医者として参加される方は専門医、皆さん多分今の日本のルールでは持たないといけないので、まずは日本でしっかりとした医者になるっていうのが医療者としては必須なのかなと思います。そうすると今度は同じような質問で、こう非医療のところで、海外派遣応募にあたり、アドミン、人事、財務ですね、私も今城さんの方が経験があるので、の経験はどれぐらい積まれましたか、海外派遣応募にあたりアドミンの経験はどれぐらい積まれましたかと、はい、今城さんに対してですね、経験値や即戦力が求められますよねと。そうですね、まあ、ちょっと個人的なケースで言うと、もともと、まあ、この冒頭お伝えしたんですけど、広報部員として日本の医師団の、事務局に、まあ、入職したことがきっかけではありました。なので一概には言えないんですけれども、まあ、その中でこういろいろさまざまな部門に関わりながら、フィールドで、使えるような技能を内部で磨いていたという形ではありますが、外から来る場合はですね、まあ、その医療従事者が、まあ、医師としてあるいは看護師として十分経験を積む必要があると同様に、まあ、例えばその企業であったりその他のさまざまな組織で、まあ、人事、財務、総務の経験を、まあ、ある程度積む必要はあるかと思います。で、まあ、当然その、まあ、経理、財務に関しては世界共通のやり方で医師団を行っているんですけれども、人事なんかに関して言うと当然その国々 その労働規定に従ってやらなくてはいけないんですが、まあ、最終的にはその適切な雇用とその労働環境を提供するというようなことで言うと、それはまあどの国に行ってもその国のルールがあって、で それをこうきちんと理解するということが必要になるんですけれども、まあ、日本でそういう経験を積む必要も、まあ、あるかなというふうには思っております。ありがとうございます。参考になりましたでしょうか。そうしたらですね、そろそろラップアップの質問に入りますが、その前にもう一つの質問だけ、はい、袖野さんと今城さんにですね、国境なき医師団のスタッフになると、もうできないなど 弱音を吐くことができないシーンも多いと思います。そんな時どう自分と向き合いますか。最初袖野さんから。もうできないと弱音を吐くタイミング、はい、うん、吐く時間がないくらい忙しかったような気もします。そうですね、やっぱり、うん、難しいなと思うのは、文化が違うとか習慣が違うというのは特に私が行った有名では感じることが多かったんです。で、やっぱり病院まで3日間かけて歩いてきて、ようやく病院に着いたりとか、1週間2回しかバスが出てなかったりみたいなこともありますので、どうしても最後まで治したいけれども治しきれずに帰ってしまうお子さんとかがいらっしゃったりするときは、すごく、残念無念にはなってしまうんですけれども、でもその子にはその子だけじゃなくて、その家族の生活があって、そういう全体を考えた時に、まあ、できる限りの治療をできるだけして、まあ、その日に返してあげるっていうのも一つの、全体 のやり方なのかなとは思いますので、まあ、そこは毎回毎回現地のスタッフと話しながら、折り合いをなんとかつけていったのかな、自分の心にっていうふうに思います。はい、限界はどうしてもあるけれども、まあ、できることはやっそうですね、できる限りのことをしてと思ってます、はい、ありがとうございます。では今城さんは弱音を吐きそうな時にどう自分と向き合うか、折り合いをつけるか。そうですね、弱音を吐きそうな時は弱音を吐くというか、もうダメだっていうのを周りに伝えます。まあ、例えばその同じチームのメンバーであったり、まあ、自分のその上長であったりに対して、
もうあからさまにもう僕は今日ちょっと限界ですとい こう姿勢をこうアピールしてですね、今日は早めに帰った方がいいよなんていう、まあ、そういう感じなんですけど、まあ大前提として石団の一つの重要な人事の方針があるんですけれども、絶対にもうこれ以上無理だって思うところまでは働かないでねと。でもし本当にもう帰りたくなったら、あるいはもう一旦中断したいと思ったら、いつでも中断していいし、いつでも帰っていいというのが大前提としてあります。で、辞めたからといって、まあ、1回登録された人間がもう二度と派遣されないとか医師団で活動できないということはなくって、もうそこはもう必ず特に外国から来て、で、まあ、祖国に帰るっていうような立場の人間に対してはそういうふうな考え方をしています。なのでそうですね、まあ、そういう、こう安心感が一応あるので、こうギブアップしてもいいんだっていう、それからギブアップしても替えが効くっていうふうによく言われます。もし、まあ、大輔が今日辞めたとしてもミッション全然続くから大丈夫だよっていうふうに言われて、まあ、若干それを聞くと果たして本当にいる意味があるのかみたいな、替えが効くんだみたいな感じにはなってしまうんですけども、まあ、それが医師団のもう一つの強みというか、人材プールというものがしっかりあるので、あなたがそこにいないとミッションが続かないみたいな状況っていうのは逆に避けるようにはなっているという、そういう、まあ、安心感っていうのももう一つあるかなというふうには思ってます。そうか。いや僕ね、さっきの人道援助で関わるスタッフに共通する意識っていう話を少しね、はい、答えさせていただいたんですけど、今のお二方の話も聞いてもう一つあったなって思ったんですね。でそれはなかなかそれは話してはくれないんだけど、自分がその救いきれなかった人に対する悔しさみたいなものはものすごくみんなの中にあって、だから次の人は絶対にって思ってるんだろうなって思うことが多くて、で そのことが裏でこう MSF のスタッフのみんなをつなげてるというか、もっと多くの人を確実に救わなければっていうふうに思ってるんだろうなと思うことがあって、それ本当に共通した感覚じゃないかなと思います。はい、ここがそうですね、まあ全員が持っている価値観のところですからね。はい、まさにありがとうございます。ちょっとなんかしんみりになりましたけどそろそろ時間も残りわずかになってきましたので、登壇者皆様にお一人ずつですね、感じたこと何かコメントを、いただきたいと思います。で話の順番としては、では今城さん、袖野さんで伊藤さん指名で、はい、行きましょうか。はい、では今城さん。はい、そうですね、まあ、自分もずっとここ 10年くらいはその東京の医師団の事務局とか他の団体を通じてその、まあ、証言活動に関わるというか広報活動に従事してきたので、本当久々にフィールドに来れたという実感が今でも強くあります。でそれも全てやっぱり寄付のおかげですし、まあ、そのサポートしてくれた東京のスタッフであったり、まあ、心よく見送ってくれた広報部のメンバーだったりにこう常にまあ感謝はしておりますし、何よりもまあ今日、まあ、この時間を割いて見てくださっている方々に感謝を述べたいというふうに思っております。伊藤さんが何度もおっしゃってましたけども、そのまあ知るっていうことを、それからまあ善意っていうことを、そういったものが本当にわずかなものでもとてもこう効くんだということは現地にいてとても実感するので、そういった意味ではこれからも本当に知る、そして伝える、あるいはできる人は寄付をするっていうことでご協力いただければというふうに強く願っております。どうもありがとうございます。今城さん、ありがとうございます。では袖野さん。はい、そうですね、本日はまず本当にたくさんの方が参加してくださったと伺っております。年代もすごく幅広い年代の方が参加してくださったということで、まずは本当に
皆さんお忙しいと思うんですけれども時間を共有させてもらえて本当に嬉しかったなと思います。ありがとうございます。普段はやっぱり仕事でいっぱいいっぱいになってるんですけれどもこういうふうに今日皆さんとお話しして改めて自分がイエメンで活動できたのは本当に皆さんの寄付のおかげなんだなって実感する機会になりました。なんか本当に助けられなかった命もあったし助けられた命もあったんですけれども本当に皆さん帰る時って笑顔で退院できる場合もう本当にありがとうって言って帰って行ってくださるんですけれどもそれが本当に皆さんの寄付のおかげで成り立ってるんだなっていうふうに改めて感じました。今日は本当に参加してくださってありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、どうさんそうですね僕はさっき MSF の方々が違うところでまた会うとすごい嬉しそうなんだって話をしたんですけどそのなんかこうやりがいみたいなものはものすごくそのフィールドにはみなぎっていて、まあ、僕はただ見に行ってるだけだけどで、まあ、ある人がこういうことを言ってたんですね。私に全く仕事に不満がないんだとここに来ると他の今までやってきた仕事ではそうではなかったけれどなぜならば自分で計画を決めて自分でそれを実行してでそれでそれが効いたか効かなかったか自分で反省して全部自分の責任でやってるんだとこんなやりがいのある場所はないんだっていうふうにだから辛さなんかないって言うんですね。でそれはすごいことだなと思ってでも考えてみれば確かに自分がやるべきことをやっている分には少し寝なくても大丈夫なことだってあるだろうし、もうちょっと眠くなっちゃったら寝るしかないわけ でそういうことが、まあ、あるフィールドにみんながその生き生きといるんだということを皆さんが感じてくれたら憧れの一つになるんじゃないかなと。で、それで、まあ、そういう人たち同士のこうフレンドシップみたいなもんですね。友情というかもうそう何とも言えないその同志愛というかそういったもので貫かれている場所があるんだとそれが僕は一番最初の方に言いましたけど、国家と国連とそれからそういう、まあ、人道支援団体というものが世界を作ってるんじゃないかと思ったその3番目の人道支援団体 NGO、ね、NPO みたいなものっていうのはその最後のつながりみたいなものをすごく濃く持っている場所だし人のその団体なんだなというふうに思います。そこに身を置いてみるっていうことも人生においてすごくあり得ることなんじゃないかな僕はこういう形で置いてますけれどもでなので、まあ、今 MSF の方々の中のフレンドシップも言いましたけどこれを今見てくださっている方と我々の間にももうフレンドシップは生じていると思うんですよね。なんかあいいなと思ったりあじゃあこうしようかなと思ってくれたらそれは僕らと皆さんがフレンドシップを結んだっていうことでだから MSF に入っていっても入っていなくても我々はそういうつながりでその第三の世界での在り方っていうものをその追求するそれから実行するっていうことは可能だし、多くの人はそれをやっているんだということを最後にメッセージとして伝えられたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね本当に、まあ、やるできることをやるというのはありますけどやはり気持ちは同じで、まあ、人によっては参加するだとか見る広める書くあとはまあ行くなのでやはり私たちフレンドシップでつながれているのだと思います。吉田さんもね、はい、行くんですからね、はい、来月、はい、初旬にはもう、はい初めてのフィールドに行かれるということで、はい、本当に充実した日々がありますように、はいはい、ありがとうございます。ぜひちょっと頑張ってきます。来月出発です、はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、はいありがとうございました、国境なき師団はこれからも日本の皆様と一緒に人道援助を担う輪これをつないでいきたいと思います。国境なき医師団50年スペシャルオンラインイベントはさまざまなゲストをお招きし11月18日、23日、27日に開催予定です、うん、ぜひウェブサイトよりお申し込みご参加ください。すごい面々ですよね。またもう伊藤さんも含めていや僕は大したことないですけど
こんな方々を呼んだりなんかして、はい、ぜひ。でも本当にありがたいことですね。やはりあの知っていただくっていうのはチャレンジングなところですけれども、うん、やはり伊藤さんですとかあの出てくださる、うん、あの著名人の皆様ですね、あの影響力が大きい方ですから、そうですね、あのその方たちの声というのは本当に大きな力です、うん、はい、ありがとうございます。では、最後にちょっと事務的なお話ですけれども、ぜひアンケートへ、ご協力をお願いいたします。事前にお申し込みいただいた方にはメールでアンケートの URL をお送りいたします。現在チャットでも URL でもご案内しております。もしくはこちらの QR コードの読み取りを、右下に出ていますね、こちらでお願いいたします、では本日は最後までご参加誠にありがとうございました。知る、拡散する、寄付をする、参加する、ぜひ私たちでできることを始めてみませんか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。